ライオネル・バリモアは、アメリカ合衆国の映画俳優、舞台俳優。イングランド人俳優モーリス・バリモアと米国の女優、ジョージアナ・ドリュー夫妻の長男として生まれる。本名ライオネル・プライス。妹エセル・バリモア、弟・ジョン・バリモアも巧妙な俳優である。芸能一家のため、少年時代から舞台に立っている。悪役、軍隊の召喚。 父親などの年上の役が似合っていた。1911年には、バイオグラフカンパニーに誘われ、D.W. グリフィス監督の下で数本の映画の脚本を書いて、早くを演じたが、バリマーにとってはあまり満足できる結果にならなかった。しかし、1917年には一役舞台での花形スターになる。 その直後、映画界へ誘われて MGM と異例の25年契約を結び、その中には映画監督を許可するという条項もあった。映画監督としては、マダムウェックスでアカデミー監督賞にノミネートされたが、あまり結果を出せず、1931年には演技に専念するよう契約を変えた。1930年代初期に MGM 作品で見せた。 センチメンタルで気難しい祖父役やケチな大金持ちなどの役でファンに愛された。自由の魂では大酒のみで常識にとらわれない心を持った刑事弁護士を演じてアカデミーダ優勝賞を得た。この作品に出演するまでのバリモアは役者より監督に魅力を感じていたらしいが、この受賞で MGM と契約を書き換えたと言われる。 映画出演は1953年まで続いたが、1938年以来、関節炎と2度の転倒で、車椅子の生活を余儀なくされた。晩年は TV での活動は拒否し、ラジオの出演のみで予生を送った。ありがとうございます。